バルナは東日本フェリーが運行していたフェリーである。本項目では1987年就航の2代目について取り扱う。インド神話の航海安全の神の名前、バルナから命名。また、同社の歴代フラッグシップにこの船名が付けられる。初代はルナの大船として建造された。三菱重工業下関造船所で建造された初の大型フェリーで、 建造当時は国内最大級であったが、エンジンの振動、騒音が客室に伝わる不具合が発生し、就航後も防振装置取り付け、溶接部補強など2年間にわたって対策が行われた。1987年7月20日、大洗室蘭航路に就航した。1989年、ビクトリの就航により仙台苫小牧航路に転、廃された。 バルナの就航により、仙台苫小ママイ航路に転廃されたビクトリと交代で引退した。1998年8月にギリシャのストリンセスラインズに売却されてスパーフェリーヘラスとなり、ペラまで旅客設備の改装を受け、1999年にパトラアンコーナ航路に就航した。2000年には運航会社がリブランドされ EN。 ブルースターフェレスとなったためブルーホライズンと改名以降、主にパトラ、ピレウスを拠点とする航路で運航されている。内装は同時期のベニリアとともにフェリー業界で初めての試みとして造船と内装を分離し清水建設に分離発注する形とした。ありがとうございます。